毎週火曜日はお役立ちおかようご飯。今回は無限に食べられるお餅と野菜の香り炒め。お肉の旨味が効いた炒め物です。お餅の食感と甘辛い味付けが癖になりますよ。今回教えてくださるのはレッドランタンのタンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は1月らしくお餅を使った、はい、お餅を使って、ね、お正月のお餅がねまだ余ってるんじゃないかと思って、はい、今回のレシピ考案しました。活用できるわけですね、はい、それでは早速作っていきましょう、はい、ではまずは材料の準備からです。はい、そうですね、カットしたお餅をですね、お水に浸して電子レンジでチンしてます、うん、はい、500ワットで、まあ、2分なんですけど、ちょっとお餅によってね、火の通り方違うんで、もしまだ硬い場合はもうちょっと追加で加熱してみてください。触ってこうやってもちっとしてれば OK ですね。餅だけにちょっともちっとしてれば、はい、OK なんですね、はいはい、ではお餅の準備が終わりましたら続いてはお野菜です、はいはい、白菜を茹でていきます。はい、こう沸騰したお鍋に、そうですね、はい、沸騰したお鍋に、はい、もう今日もお鍋一つで作っていきます。はい、それはね洗い物がなくなるからいいですね、はい、ではそこにまずは、はい、まず硬い方からほうほうほう、だいたいどれぐらい入れていって、まあ、10秒ぐらい、はい、ほうほうですね、はい、でこれどうして先に茹でておくんですか、うん、まあ、時短っていうのと、はい、なるほど、そうです、はい、柔らかく仕上げていきます。うーん、そのためにするんです、はい、さあそろそろ10秒経ちましたかね、はい、じゃあこの葉の部分ですね、葉っぱの部分はどれぐらい、ちょっとゆっくり5秒ぐらいで、ゆっくり、はい、1、2、3、4、5、うん、はい、後でも炒めるんでさっとこう通れば茹でれば OK です。ほうほうほう、はい、本当にその一手間でより変わってくるし時短にもつながるんですね、はい、ではこの同じフライパン、はい、もうそのままでいいです。あ、はい、水気を拭き取って、はいはい、ここに続いては、はいはい、油入れます。油少々入れて、はい、そして今回使うのがなんとカルパスです。いや、なんかね珍しいというかこれをお料理に使うんだって驚きました。ドライソーセージですね、これを、はい、お渡しします、はい、新鮮ですよね、本当に。そう、お餅をどうやって料理しようかと思ってですね、まあ、前回先月紹介した塩豚肉でもすごい合うんですけど、うん、まあ、やったんで、うん、ベーコンにしようかなと思いながらちょっと家で考えていて、うん、たまたまビールのあてにカルパス食べててあるじゃないかとなるほど、これが合うんじゃないかと、はいはい、なるほど、天才ならではのひらめきですね、はいはい、これはもうゆっくり香りを出していきます。そうすることによってこうお肉のね旨味っていうのがよりこう引き立ってくるのかなと思います、はいはい、ではそこに香りが立ってきますね、はいはい、入れて、はい、カットした豚バラ肉入れていきます、はい、肉に軽く塩コショウですね、はい、塩コショウ、はい、そして今回は香り炒めということで、はいはい、まあ、ニンニク生姜です、はい、おろしニンニク、おろし生姜大丈夫です。いや、もうすでにね、いい香りがふわっと広がってきましたよ、はい、で、ここからいきまーす、はい、では、続いて3の工程です。そこに白菜を加えていきますが、はい、いきますよ、はい、ここからが今日のよかようポイントです、はい、これを豚肉の上、豚肉カルパスの上に入れて閉じ込めます。お、これはどうしてですか、はい、もう蒸し焼きにする感じで、もう香りを一気に出していきます。なるほど、蒸し焼き状態になるとこうお肉の、ね、エキスもよりふわっと染み込んでいくそうですし、はい、なんか野菜にもその旨味が移りそうですよ ね、 そうですね、はい、でこれでどのぐらい、これはしばらくですね、ほうほうほう、はい、でお酒入れます、はい、お酒、はい、これ料理酒でもいいんですが、はい、ですが紹興酒を入れることによってより一層本場中華料理の中華料理屋さんの味になりますので、なるほど、ぜひ皆さん紹興酒でお試しください、はい、で砂糖と、砂糖が小さじ1です。オイスターソースです。大さじ2分の1オイスターソースを入れてください、はい、で豚肉にある程度火が通ってきたので、はいはい、先ほどのお餅ですね、はい、このお餅、はい、使うまでは水につけたままで、はい、つけたままですね、はい、で炒める寸前に、はい、水を切ります。これそこでやっぱり水気はしっかり切っておいた方がいいですね、はい、こんな感じでしっかり切ってください、はい、で鍋に戻しますね。ちなみにこれってお店で出してるレシピと似たようなものってあるんですか。うちはですね腸詰め、台湾の腸詰め、台湾のソーセージとトック、韓国餅、あれをこう炒めて、はい、
メニューにはないんですけど、裏メニューでたまに出したりしてます。へえ、はい、で仕上げにごま油です。はい、仕上げにごま油をかけていきます。はい、あ、いい香りですね。はい、もうこれで出来上がりです。これでもう出来上がりですか。はい、ちなみにご飯とも相性が良さそうなんですか。抜群です。はい、なんかやっぱりお酒とかもともいいんじゃないですか。そうですね、まあ、紹興酒はじめビール何でも合いますので、はい、皆さんご飯のあてにも、はい、お酒のあてにもぴったりなこちらが完成です。はい、お餅の食感と甘辛い味付けが癖になる香り高い炒め物です。美味しすぎて無限に食べられますよ。